はい、どうもハイパーメディアクリエイターズダゾです。マソゾです。本日はですね、まあコメントでリクエストのあった、はい、まあ最近ちょっとスマホたくさん出てたじゃないですか。そうですね、いろいろあのシャオミだったり AMX3、 そう、オナーマジック2、オナーマジック2、あとヌビアの画面が両方についてるスマホとか、その中でもちょっとやっぱりどれか一個は手に入れるべきだなと思って、なるほど、用意しました。今回一つでで箱これはどちらでお買い物されたんですか？今回はね、ジンドンで。ジンドンはね、前回OPPO Find X を買った時に使ったね。ジンドンのいいところはね、送料が安いんだよね。おお、出てきた。いきますよ、はい、今回の商品は、てかタイトル出てんだよな、これも。ドン、オナーマジック2でございます。ほーい。で、まあなんで今回オナーの方を買ったかっていうと、シャオミって最初に中国版を出すじゃない？ CN バージョン、ね、そうそうそう。ファーウェイとかオナーのやつだったら最初から日本語が入ってるので、こっちの方がちょっと取り扱いやすいかなっていうので、今回こっちを選びました。今回はオナーをちょっと紹介というか開封していきたいなと思っています。しましょう。はい、というわけで開けていきましょうか。久しぶりのマフカンでございます。マフカンだね。いかがなものか。おお。以上。おお。赤。赤。今回はね、赤を買いました。なるほど。というのも、青が確か在庫がなくて、うん、黒は普通だなっていう気がしたので、せっかくならね、面白い色というか、じゃあまあ毎度おなじみというか中身をちょっとずつ見ていきますか。お、新品が。ピン説明書関連。ケースは入ってるのかな？バッテリーの充電器、うん、はい。で、あとはまあケーブル、そうですな、とタイプ C イヤホンジャックで、あとはまあ SIM ピンかな、これは。わ、ない。お、入ってるんですね、ケース。入っておりますね。やっぱケースはやっぱ入れてくれるんですね、Android は。あとはなんか説明書と、ほう、となんかアイアムオーナー、私は誠実な人間ですみたいな。おー、ケースですね。ケースもいいね。そうですね、なんかマットな質感。うん。お、こうやって出しちゃうか。裏技だ。スッポ抜き。おー、スッポ抜き。あ、案外、よきよき。よきよき、おわ。うわ。綺麗だね。これすごいね。映っちゃってる、自分たちが。ほんとだ。ちょっと映っていいですか。足です。あ、いた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 。行かれた人みたいじゃん。で、まあ、色が、何色なのかな、これは。紫と赤かな。おお、なんかカメラがいっぱいついてそうなノリですね。そう、カメラがね、3つついてるんですよね、これ今回。P20 Pro と同じように。トリプルレンズだ。うん。じゃあ、電源つけていきますか。ついた。お、オナー。オナー。オナーっていうのはどういう立ち位置の会社なんですか？オナーはね、確かファーウェイの子会社。確かね。ちょっと美味しい。おお、オナー。オナーだね。長いね。長い。大丈夫か。ちょっと一瞬見ていい？あ、そう、ちょっと起動時間長いからちょっと触っちゃったけど、 Mi Mix 3と同じようにスライド式なんですよね、オーナーも。これ時期で、こっちはね、なんか別らしい。すこすこ言うね。出てくるよ。お、お、起動した。 EMUI 始める。なんか指紋認証もできるらしいですね。画面指紋。画面指紋なんですよね。ほいほいほい。わー、なんか画面指紋も変わってきたね。うん、早い早い。画面指紋認証っていいよね。指紋の端登録。おお。はい、登録されました。伸ばし。じゃあちょっと触っていこうかなと思うのですが、先にちょっと外観として、あれだね、ちょっと顎があるかなって感じはするよね。はあ、あの下の部分がね。でも僕それくらいあっていいと思う。まあ、ね、全然許容範囲というか気にならないレベルで、まあもちろんインカメをここに隠しているので、スライドさせただけじゃどうこうっていう問題じゃないんだ。確かに。あ、なるほど。あ、カメラモードにしてるときに出し戻しをするとカメラの切り替えが勝手に行われる
感じかな。まあ、今回は性能についてどうこうというよりかはもう見た目をちょっと見せたかっただけっていう。じゃあ宇田さんの写真でも撮っとく。あ、補正されてるね。補正されてるね。普通になんか肌綺麗だね。ヒゲがね、綺麗になっちゃってる。ヒゲはちょっと気持ち悪い綺麗だよね、これは。あとなんかスペックがなんかだいぶ上がったっぽいのかな。キリンか。そう、キリンのね、980ってやつで、まあ前回のファーウェイ P20 Pro より1個上いってんのかな。はあ。はい、どうも、こんにちは。綺麗ですね。すごい綺麗。言わないで。はい。おお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 。あとピース、あ、テーパーか、テーパー。おおおお。指とパーだけ。うん。おお、魔法使いや。いろんなカメラ機能ありましたね。うん。といったわけで結構触ったんですけど、カメラめちゃくちゃ面白い機能たくさんあっていいですね。うんうん。ていうかカメラのやっぱアプリじゃ出せない部分っていうのかな、うん、アプリじゃだけじゃどうしようもない部分っていうので多分一歩抜きに出てるんだなっていう気がすごいしたね。さすが三眼。三眼でちょっと一応指紋認証の画面見せてなかったんですけど、閉じてる時もちゃんとこういう風になってて、触るだけで開いちゃう。もちろんつけると壁紙が出てきて押しちゃう。触るだけで開いちゃう。ほう、いいですねこれ。でカメラを起動する、あ、カメラを起動するっていうよりスライドするとカチャっていうだけ。ダイレクトロック解除でこれで電源をつけずに上げると解除できる。これかっこいいな。ちょっと待って、うん、おー確か MiMix3 だと多分ここの顔認証が、うん、あの 3D 顔認証だから、あ、結構精度か、そうそう精度が高いとかなんだけど、多分これは普通に画像認識系なのかな多分、うん、多分一瞬しか撮影してなかったから。まあでも多分指紋がここにあったら普通は多分指紋で解除するけれど、やっぱカッコつけたい人とかは出してスッてやってこうやって解除したいよね。なんだこの動きって。一応ベンチマーク測っとく。測っとく。うん、大好きなベンチマーク。なんかね、アーツのテストはまあ一応するんですけれど、なんかファーウェイは以前ちょっとアンツツというかベンチマークテストの時にターボをかけるとかっていうので、うん、あのちょっと問題になってたので、まあ、この結果が正しいかどうかわからないんですが、まあ、一応やりますということで。じゃあテストいきます。はい。はい、というわけで結果が出ましたが、はい、まあそんなに高くはない。そうですね。まあでもキリンの970に比べるとだいぶ速くなったかなっていう気はするかな。まあ25万出てればね、うん、今のゲームとかさ、うん、なんだのでさ、うん、その不足とかさ、うん、物足りなさを感じるってことは、うん、まあないんじゃないか。まあないだろうね。まあ今回はちょっとあのごめんなさい、ちょっと詳細をあまり調べてないので、ちょっとこのスライドを試したかったっていうのでね、うん、ちょっと買ったんですが、あの詳しい情報は多分公式ホームページとか見た方が多分分かりやすく書いてあるかなっていう気はするんで、今回の動画はまあこんな感じなんだよっていうのをみんなにちょっと感じてもらえれば嬉しいかなっていう感じですね。これははっきり言って日本に来たら買う価値全然ありな気はしますね。おっぽ同様、うん、ありあり、うん、はい、てな感じで、てな感じで今回は終わりにしたいと思いますが、まあまたね、なんかちょっとスマホを手に入れる機会があったらまたこうやって動画にしていければなと思うので、
興味がある方ぜひチャンネル登録していただけたらいいなと思ってます。まあ、これ以外にもね、中華ガジェットだったり、そうですね、旅の動画だったりっていうのを僕らいろいろ出してるので、よろしければぜひチャンネル登録、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。というわけでハイパーメディアクリエイターズでした。